着石で人気の女性ゴルファーたちが真剣勝負。そうだ、言ったかもしれない。まだ来ちゃって。ワンコレディースゴルフバトル in 雫石。テレビ岩手開局55周年記念ワンコレディースゴルフバトル in 雫石、司会進行を務めますテレビ岩手アナウンサーの吉岡慎吾です。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。イケメン。ちょっと照れますが、さて早速なんですけれども、この番組のアンバサダーを務めていただきます方をご紹介いたします。横田慎一プロです。どうぞよろしくお願いします。ようこそ岩手にお越しいただきました、はい、岩手にいらっしゃったことはありますか。はい、あの岩手県オープンっていうのがありまして、その大会に3回ぐらい出たことあって。あ、そうですか、はい、駅前 の、あのパチンコ屋さんの中にある焼肉屋さんの冷麺。あ、ちょっと忘れられないですね。どうぞ。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。55周年おめでとうございます。 ありがとうございます。番組のことまで考えていただきまして。素晴らしい。さて、お一人ずつご紹介と、あとは意気込みを。宮城ユナノ選手です。宮城です、お願いします。沖縄県出身ということで、はい、ベストがなんと65と、はい、素晴らしいですね。30万取って帰りたいので優勝目指して頑張ります。小沢水瀬選手です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。愛知県出身、 US アメリカですね。 LPGA のティーチングプロということで、9歳から酒田塾に入塾。ベストスコアは67。BS 日テレのゴルフサバイバルでも優勝経験があるということで、はい、今回このワンコレディースゴルフバトルでも優勝して30万円ゲットしたいです。加藤優香選手です。加藤です、よろしくお願いします。千葉県出身、トップアマの父に連れられて12歳からゴルフを始めたということで、今、はい、プロテスト合格を目指していらっしゃるんですね、はい、今日は30万円ゲットして帰りたいと思います。よろしくお願いします。皆さん、お金のことが結構あの冒頭。さあ、続いて瀬戸遥香選手です。よろしくお願いします。東京都出身で、もう YouTube でね、あのおなじみという方も多いと思うんですけれども、ゴルフタレントとして活動をスタートさせています、はい、ゴルフ歴は3年3ヶ月でベストが76。はい、もう今回はちょっと下克上を狙いたいところなんですけど、一ホール目脱落だけは避けたいので、最後までカメラに映れるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。消えたくない。山内すずらん選手です。よろしくお願いします。あなたのハートにカツイン。よろしくお願いします。山内です。さすがですね。お願いします。千葉県出身、元 AKB48、 そして SKE48 のメンバーということで、はい、岩手にもライブでお越しいただいたということですね。岩手の方々暑いんですよ、とにかく、うん、なんでこの暑さに負けず、芸能界から来たんでね、ちょっと芸能界の足かせにならないようにちょっと頑張りたいなと思ってます。さあ、ここからはですね、岩手の若手女子ゴルファーとなります斉藤桃子選手です。よろしくお願いします。お願いします。盛岡中央高校 OG になるということで、今大学3年生ですね、はい、はい、ベストスコアが72という選手です。優勝だけを目指して頑張ります。はい、頑張ってください。よろしくお願いします。同じく岩手出身のですね、中野真子選手。はい、お願いします、はい、よろしくお願いします。盛岡中央高校ゴルフ部、今3年生ですので、今年の東北大会で2位になって、先日ですかね、プロテストも受けられたということで、はい、非常にあの力のある高校生ということになります。ワンコレディースゴルフバトルは、7人の女子ゴルファーによる賞金30万円をかけたガチンコゴルフバトル。予選と決勝ラウンドの2ラウンド制で戦います。予選を勝ち抜いた4名が決勝に進出。決勝はストロークプレー3ホールの真剣勝負。初代王者に輝くのはどの選手か。ね、私たち一瞬ベストスコアを聞いた時に、うん、応援団に回るのかと思って。お手伝いに回った方がいいかな。これでも大度願いしあるから、これありますか。ありますよ。それでは横田プロ、開会宣言をお願いします。はい、ワンコレディースゴルフバトル開幕です。さあ、行きましょう。よろしくお願いします。競技が行われる雫石ゴルフ場は、雄大な岩手山の眺めを楽しめるからまつコース、楓コースの全36ホール、季節によって表情を変える自然を生かした林間コースで、全体は緩やかな丘陵地になっています。ゴルフ場に隣接するのは雫石プリンスホテル。
ホテルに一泊して2プレー36ホールを回り、雫石ゴルフ場を丸ごと楽しむゴルフ旅行にも最適。ゴルフ&ステイでリゾートゴルフを満喫することができます。予選第1試合はドライビングコンテスト。雫石ゴルフ場楓コース13番、持ち球は1人2球、ティーショットの飛距離を競います。最下位の選手1人が予選敗退となります。横田プロ、はい、どんなところに打っていけばいいかなというところですか。そうですね、まずちょっと結構アゲンストはきついんで、風に強い球を打つ、まあ、加藤さんなんかね結構ドローでスピン少ないんで強いし、一発でもフェアウェイ取られるチャンスだから。そうですね、はい、それでは1人目斉藤桃子選手です。よろしくお願いします。お願いします。どのように狙っていきましょうか。フェアウェイのど真ん中を狙って。ど真ん中、はい、宣言通りまっすぐ飛んでいきました。ナイショー、ナイショー、ナイショー、ほらもう権利獲得。素晴らしいショットでした。斉藤選手223ヤードでした。素晴らしい、ナイショットでした。ありがとうございます、はい、少し力が入ってしまって引っ張ってしまったので、2球目はもう少し飛ばせるように頑張りたいです。それでは2人目宮城ゆなのさんです。よろしくお願いします。お願いします。1球目はとりあえずヘアウェイキープで狙っていきたいです。はい、言った通り右に出ましたが、これは少し戻ってこないか。ちょっと捕まらなくてちょっと振り遅れましたね、はい、これ一発目ラフ入るとしびれますね。3人目は小澤美奈瀬選手です。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ちょっとアゲンストがあって、私はフェードヒッターでスピン量が多いので、ちょっとロケーション的にラフに入らないか心配してます。素晴らしいフェードで飛んでいきました。低い弾道、これは完璧じゃないでしょうか。ナイスナイスショットです、はい、素晴らしい。緊張が素晴らしい。225ヤードでした。この時点でトップに立ちました。ナイスです。4人目は加藤選手です。よろしくお願いします。お願いします。横田プロからですね、ここは加藤さん行くんじゃないかというお話もありましたけれども、はい、結構フェアウェイが狭いのでリズムよく振ってフェアウェイを捉えられるようにいきたいと思います。宣言通りやや右に出て少し戻ってきています。いい弾道で飛んでいって、これは伸びるんじゃないでしょうか。転がってます、転がってます。ナイス。これはいったかもしれません。もう完全に位置抜けましたね。255ヤードでした。かっこいい。芯に当たったんでよかったです、まあ、暫定トップということで、また2球目も伸びるかもしれませんね、はいはい、さっき暫定トップのすごい飛距離が出てたので、まあ、力まずにまっすぐ飛ばせるように頑張ります。250ヤード行きたいです。250ヤード行きたい。下りがあるので。そうですね、はい、傾斜に任せて頑張ります、うん、高い弾道で飛んでいきました。宣言通り少し旗の右側に行ってキックして内側に戻りましたか、うん、次はもうちょっと左を狙っていきたいと思います。続いては瀬戸選手の1球目です。イメージ湧いてますか。当たっても一番飛ばないので、ちょっとここは2球打てるっていうことをチャンスにして、毎日4時間練習してるんで、そんなにしてるんですか。その成果を1球目で出ればいいなって思ってます。ナイショー。フェアウェイに置きたいと言っていました。これはど真ん中じゃないでしょうか。いいんじゃない。お、素晴らしいショットが出ました。すごい。皆さんも拍手。216ヤードでした。200だ。200オーバー。暫定4位ということになります、はい、
でもこれでフェアウェイにちゃんと置けたので、もう次は本当にしっかり振る気持ちでもう少し距離出るように頑張りたいと思います。瀬戸ちゃんを超えられるように頑張ります。超えないで行くぞ行くぞ肩ぐるぐる、ちょっとね肩ポキポキなってるの。ナイスショー、いい方向に飛びました。これもいいですよ。ゴーゴー行け、前に行け、前に行け、転がってます。これも残ったんじゃないでしょうか。ちょっと神田が勝ったんですね。195ヤードでした。いやいや、噛んで200近くいってるなら、いってますいってます。はい、見てほらさ、ちゃんと芝まで食っちゃって噛んだ証拠ですよこれ。噛んで1球目の暫定順位がこちら。1位は加藤選手255ヤード、記録なしの宮城中野選手は2球目挽回できるか。これも強い球が出ていきました。転がりそうです。おー、いた。おー、ナイス。ここでテレビから消えないようにしっかりフェアウェイキープして飛ばして頑張りたいと思います。少し戻ってきてます。ラフを越えると転がりますが、これはいったんじゃないでしょうか。247ヤード飛びました。これも強いボール、どうだ。あ、転がって抜けてるか。なんかすごい跳ねました。悔しい。これも強いボール、ちょっとドローで戻ってきて、これはランが出そうです。どうでしょうか。ちょっと上に当たっちゃった。1球目ラフで記録なしの岩手の高校生中野選手。期待の高校生ゴルファー、これはいい方向に飛んでいる。旗の方向に飛んでいる。これはキックして、右にキックしたぞ。220ヤードです。よかった。しっかり捉えましたよ。これもボールをしっかり押せたような球。ナイス。いったかもしれない。先ほどの中野選手のそばどうでしょうか。236ヤードです。大幅に超えてきました。やった。よし、最下位は嫌です。頑張れ。1個でも上がります。上に、はい、さあ左か。これは引っかかってしまったか。フェアウェイではありません。帰ってこい。あー、ちょっと帰ってきたが、どうだ。一人脱落です。あー、くそー、惜しいな。惜しかった。ドラコンでの王者は255ヤードの加藤選手でした。おめでとうございます。おめでとうございます。ドラコン賞としまして、岩手の名産岩手牛1万円相当をプレゼントいたします。おめでとうございます。ゴルフ部の監督になった気分でみんな応援してたんですけどね。全員通してあげたいよね。今になって泣きそうです。本当惜しかった。さあ、ちなみになんですけれども、ここで脱落してしまった山内選手には横田プロからワンポイントレッスンならぬワンコポイントレッスンを特別にご用意しております。そうそう、これを待ってたんですよ。これを楽しみに盛り上がってきましたから。はい、ワンコレディースゴルフバトル。はい、スズランちゃん、はい、惜しかったな。ヘッドスピードは行ってましたよ。225ぐらい飛ばせば勝てた。方向かで、右に行かないアドレスをしてたわ。あ、そうですか、うん、ボールがすげえ左寄りだった。あ、そうですか。もう220飛ばせなきゃいけないから、力量の 105% 行かなきゃいけないから、うんうん、フェードじゃ絶対ダメなわけよね。最初今こうなってたから、ちょっとこう時計回りにこうやってほしいんだ。
それでちょっとだけフェース閉じて、この閉じた状態で当てれば少しドローになるから、うんうん、そうするとすごい捕まったいい球が出て、もし右のね順面のとこ行ったら225は軽くいくと思う。じゃあちょっと最初のアドレスしてみて。最初のアドレスから時計回り、そうそうそう、それでフェースちょっと、うん、もうちょい時計回り回って、そうそうそう、ほんでフェース絶対開かないように当てて、ね、戻して、はい、わあ来たよほら、完璧、ああわあ来たよほら、完璧、ああこれは飛んでるわ、あーわあすごい、ああねえもう一回やろうでもう一回最初からやろう228だってもう一回やろういやワンコレディースゴルフバトル。